はい、今日はですね、プレーンオムレツ、何にも入ってないオムレツを作ります。魚のグリルで焼くとソフトにパリッと焼けますよ。さあ、入れますよ。はい、ここでですね、ぐーっと攪拌して、はい、半熟になったところで止めます。止めたら手前の方から向こうにぐーっと丸めていきますよ。これで形ができますよね。はい、じゃあちょっと叩いてね。カッていいですか？いきますよ。はい。